ございます。さっきの5時ぶりです。あ、はわみさんピンクマ10個ありがとうございます。ピンクマもう8時かと思ったら今6時なんですね。あれ、この配信は7時15分まででしたよね。あれ、そうですよ。あ、7時15分か。15ですね。うん。なんか今日は何分だっけみたいに分かんなくなっちゃう。今日は部屋静かですね。いつもと変わんなくないですか？嘘。普通にエアコンついてる。うん。なんだろう、なんでだろう。テロップが間違ってる。あれ、間違ってるかな。あ、8時40分か。あ、やばい、8時40分。確かそう、15分確かに変だな。 OK。うん、エアコン消して寝てみたら無理でした。そんな、すごいね。それやってみようって思うのがすごい。なぎちゃん、なぎ、何座？私ヤギ座。今日のね、十二支ランキング何位だろう。私いつも学校行く時そう見てた。十二支とか、あとは誕生月ランキング、1月生まれ2月生まれってやつ。あと5分で目覚ましの占いあるからちょっと待ってておじゃあ教えてください。あと5分後に。これで12位だったらどうしよう嫌だな。うん、4時50分まで起きてたのにさっきまで気絶してた。言い方、気絶あの気絶するほど分かる、意識ないよね。
お、博多バリカタマンさん、ピンクマ10個ありがとうございます。気絶大丈夫ですか？ありがとうございます。1周と50カウントよし、あと1周待ち、ありがとうございます。お、コリンさん、ピンクマ10個ありがとうございます。コリン、コリンリン、ありがとうございます。今日は歴史的な暑さになるって天気予報で言ってました。すごい嫌だね、歴史作んなくていいってそんなので。干からびてしまう。40度以上が続出するんだろうね。やだな。明日の公演前って何時まで、何時まで SR できるのかな。でも明日レッスン入ってる、出たはずだけど、あ、どうだっけな、明日のリハスケ。ね、ちょっと明日のスケジュール早く見たいな。徳山さん、テーブルに一瞬虫がいると思ったらさ、この星投げのやつが反射して動いてるだけだった。あってびっくりした。お、黒曜かっこ弱い人さん、ピンクマ10個ありがとうございます。ありがとう。お、ヤギ座4位、おお、上の方、やった。どう、なんて書いてありました。4位、どういう内容なんだろう、気になる。うん、早いので読めなかった。あー、でもさ、なんか早いよね、わかる。もうちょっと長めに写してほしいって時結構ある。あー、やばい、今何位だったみたいな、結構わかるわかる、そういう時あるよね。
新たな出会いがあるかも。ラッキーアイテムはトランプ。トランプ？新たな出会い、なんだろう。ラッキーアイテムトランプか。なんかトランプの柄のあとかな、レッスン着とかないですね。確かにドボンするしか、ドボンこそトランプ。ほんとね、マジシャンくらいしか持ち歩かないやつ。ラッキーアイテムとか誰が決めてんだろうね。全然運勢と関係ないよね。占い師の人がラッキーアイテムをこれだって決めてんのかな。意外と適当に決めてそう。で、昨日は12位だったの、ヤギ座。やだ、よかった、今日4位で。思いつきだと思うね。そう、私もそう思う。ね、あと皆さん星たくさん投げてくださいね。今日が大事なので。うん、星投げ、星ください。星欲しいです。たくさん投げてください。うん、学生バイトじゃないかと疑ってます。今日の運勢決めるバイトとかあんのかな。そんなことある。もう少ししたら星集めに行きます。おね、間に合ってほしい。15分までなので、この配信7時。なぎちゃんは日傘さしてる。さしてますね。うん、でもなんか日傘、私三つ折りの日傘使ってるんだけど、なんか日傘ってさ、三つ折りだとさ、手に持つ部分カシャって縮めて収納するじゃないですか。でもなんかそのカシャって縮める部分がめっちゃ硬くて、なんかもうグーってやんないと本当に閉まらなくて、日傘をしまうのにすごい一苦労します。なんだろう、錆びてんのかな。見た目そんななんでもないんだけど、すごい大変。いつか折るんじゃないかって思ってます。ね、気をつける。でも今ありますよね、ボタン1個ポンって押したらバッて開いて、もう一回押したらシュッて閉まるやつ。なんかロケに行った時にスタッフさんが持ってる傘が全部それで、すごいやりやすかったです。で、最初どうやって開けるのか分かんなくて、でボタンの存在に気づくのに時間かかった。あ、こうやって使うのねみたいな。
かも開け閉め2つともあのボタンでできるなんて知らなかった。本当にすごい最近の傘。ちょっと近未来的ですよね。そう、めちゃくちゃ便利。仕事戻らないと。なぎちゃん、朝から元気をありがとうございました。元気もらえてるんですか。本当にお仕事頑張ってください。逆に睡魔を与えてる気がします。頑張ってね、ありがとう。ね、元気よりも眠さを皆さんにお届けしてます多分。うん、お、ガッシュさん、ピンクマー10個ありがとうございます。ガッシュありがとうございます。なぎちゃんの声眠くなるからねって。嘘、ダメじゃん。じゃあでもなんか誰かにも言われたんですよね、結構なんか私の配信ってね寝落ちしちゃうらしい。なんかなんだろう、喋るペースとか声の低さね、ちょっとそれはダメですね。でもうん、まあね、声めっちゃ高いとかじゃないからな。声めっちゃ高い人だとさね、意外と目が覚めるんだけど、私意外となんか見かけによらず声が低いのでね、まあ朝だけかもしれないけど。朝から犬の散歩と走ってきてよ。らワンちゃんと一緒に走ってきたの、いいなー。まあ散歩もね朝早くからしなきゃいけないから大変ですよね。うん、でもなんか最近さ、なんかペットのなんか餌みたいな得体の知れない餌が結構ね道端に落ちてたりするらしいのでね、気をつけてね。なんかそう、なんかの事件で針が入ってて、そうなんかワンちゃんね死んじゃったから気をつけて本当に。そうワンちゃんって何でも食べちゃうから、うん、ねえ、なんでそんなことするんだろうね。6日で、あと6日でなぎちゃんに会えるよ。熊本ツアーぶりだよ。おお、本当に熊本か、楽しかったよね。あと6日ってことは、あ、8の日当たったんですね、おめでとう。やったね、6日経てばね私とサンリオキャラクターにも会えますよ、楽しみ。うん、あと2分ぐらいしたらランキング読みます。今日もレッスン、今日もゴリゴリにレッスンです。今日はなんか本当に空いてる時間探すの難しいぐらいレッスンが詰まってる。そう、もうゴリゴリレッスンの日です今日は。昨日も結構まあすごかったけど、今日はかなり敷き詰まってるって感じかも。
本当に休憩時間が、あるけど、でも終わったらまたすぐって感じ。なんかレッスン終わったら、なんか一つの曲のレッスン終わったらまた引き続き次のレッスンが始まって、また引き続き始まってみたいな感じ。曲と曲の間の休憩がないですね今日は。今日はね、なんか TIF のレッスンとサマステと8の日のレッスン、なんかでも3つのイベントっていうか3つのコンサートのレッスンが昨日から重なってますね。そうだからスタッフさんも結構大変そうです、時間を多分決めるのが。これ巻けるからこれは巻いて、あでもみんな混乱しちゃうからみたいな、すごい大変そう。でもエイトメンって結構そういうこと多いよねなんか結構イベントが重なりがちで会いますよね。エイトあるあるです。ね、でも本当に今年の夏は異常なくらいにイベントが、まあ、嬉しいことに多いですよね。そう。過去最多。お、あ、やばい、7時13分だった。ちょっとランキング読みます、ちょっと早めに読みます。13位、お坊さんアットマークひいなぎよしさん、ありがとうございます。12位はさんちゃんさん、ありがとうございます。11位、ペギさん、ありがとうございます。10位、みきももさん、ありがとうございます。9位、メロメロンさん、ありがとうございます。8位、かずきさん、ありがとうございます。7位カンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。6位パワリンさん、ありがとうございます。5位博多バリカタマンさん、ありがとうございます。4位コリンさん、ありがとうございます。3位ガッシュさん、ありがとうございます。2位ハーミさん、ありがとうございます。1位黒曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。また見てくれて。星投げもね、皆さんあと1分しかないので急いでください。急いで星投げを、星たくさん投げて、ありがとう。じゃあまた次8時40分からなので、また8時40分に見に来てくださいね。レッスン前最後の枠ですねそれは。じゃあまたまた後で、バイバーイ。あと20秒、星投げみんな終わるかな、急いでたまに終わんないって方いますからね。じゃあまた、バイバーイ、ありがとうございました。